諸君こんばんはです。中学1年生、初めてのまとめのテストが終わりましたですね。残念ながら数学は100点がねいなかったです。英語はね出ましたよ、1名ね。ですがね、数学ちょっとね100点いなかったので、皆さんが間違ったところというのをちょっと拾い上げて、今日はテストをねちょっと、復習してやり直してみた、そんな形の流れでしたよね。ただ数学はですね、90点以上の人はもう自信持ってもいいかもしれない。なぜかというと、今回ですね初めての試験なのに、結構ね気合の入った問題、難しい問題をね入れ込んだ、量も多かったしね。それはなぜかっていうと、諸君らがですね結構手応えがあってできるというね、僕が確信持ったからですね。で今回のテストの内容になったと。ちょっとね申し訳ない、難しかったかなとは思ったんだけど、これから中間テストの時にね、頑張れる素地を作ろうと思いまして、だから90点以上の人はもうバンバンズマイ、と思って良いと思いますね。いい感じだったですよ。ただしミスはね当然分数計算から出てきましたよね。それでちょっといくつかあったので、ここをもう一回だけ確認をしておこうと思います。そしてまた次回も中間テスト対策ということで、まあ最初に戻ってですね、またもう一回ちょっとだけおさらいして、そしてまあ割り算に続いていくと、そんなような流れを取っていこうかなっていうふうに思っていますね。ただ中間テストがない、中学校も結構ね増えてきたですよね。でも単元テストとかあろうかと思いますので、中間テストはあるものだよぐらいな気持ちでね、モチベーションを持っていくととっても良くなると思いますよ。期末テスト1本だとねかなりプレッシャーがかかると思いますので、あるもんだと思って単元テストに当たっていただければというふうに思います。はい、ではまずね、嫌いな人もいると思いますが、分数計算ですよね。まずはでも括弧を開けます。同じようにして括弧を開けますね。このままでも学校は計算しますが、括弧を開けておきます。2分の1マイナス5分の2、括弧の前にプラスがあるから、括弧の前に何もなかったり、括弧の前にプラスがあるときはどうしたらいいかっていうと、そのまま括弧の中身だけを取り出して書いてくるんだよというのがルールだったんですね。中身だけを書いてきました。そして通分をします。この後ね、2と5なので10でいいですよね。10分の5引く10分の4、こんな形ですよね。10というのは5倍した、だから1も5倍した、5には2倍した、だから2も2倍した、これが通分でしたよ。そしてプラスマイナスの異符号の計算ですから、引き算をして、大きい方の絶対値の大きい方の符号をつけたらよかったですよね。5-4=1という、これで正解であります。10番も言ってみましょう。括弧の前に何もない、括弧の前にプラスだけなのだですから、括弧の中身だけを持ってくるんだった、こういうことだったよね。中身だけ持ってきます。マイナス6分の5マイナス10分の7、あとはここで通分します。6と10なんで30でいいよね。そしたらこちらは5倍しましょう。30分の5を25、こっちは3倍しましょう。30分の37、21、同符号なので足し算してその符号、足し算してその符号なので30分の46となります。これは2で約分がねできました。ですのでマイナスつけ忘れた人がねとっても多かったので、マイナス15分の23となっていただければというふうに思います。それから次に3つ以上ある計算でやはりどっかにミスがあったね。まず括弧を開けます。括弧の前に何もない、プラスプラスプラスだからもう中身だけ書き出してきちゃえばいいですよね。プラス6マイナス7プラス3マイナス5、そして僕が教えてんのは同符号だけ、プラス同士マイナス同士足し算で集めてね。プラス同士はプラス6プラス3だからプラス9、マイナス同士はマイナス7マイナス5なんでマイナスの12、そして最後異符号、
引き算をして絶対値の大きい方の符号をつける。だから答えはマイナスの3だよね。ここも開けましょう。これほら中身だけ取り出してくればいいしね。13プラス2マイナス16プラス13ですね。そして、同符号をまとめるとマイナス29プラスの方はプラスの15なのでマイナス14というね、こんな答えが出てくるんですよ。さあ10番のようにちょっとねマイナスが括弧の前にあったりすると気をつけて開けなくちゃいけないね。何も書いてないのはプラスだよって教えました。はい。プラス6、マイナス9、今度は符号を変えて、プラス5と出していきます。ですので、プラス同士の足し算は11、ね、そして引く9。だから、異符号で11から9引いて、プラスをつけろ。なので、プラス2。どうでしょうか？こちらもしっかり括弧を開けましょう。マイナスついてるから反対になるのだよね。プラスの時はそのままでいいのよね。こんな状況です。マイナス同士がマイナス8とマイナス4だから足し算でマイナス12。こちらも足し算でプラスの5。最後は引き算するのよ。7。そしてマイナス12のマイナスの方ね。でかいからマイナスをつけてマイナスの7。はい、出来上がりです。さあ、やはり掛け算となるとね、ちょっとミスが多かった人多かったね。うん、はい。これはね、工夫するので、マイナス2とマイナス5を先にね、交換して、まあ結合でもいい。結合と考えてもいいんだけど、交換してですね、これを先に計算しよう。マイナス2かけるマイナス5はマイナス同士だから、掛け算ではプラスになったんだよね。それに9をかけましょうよ。だから、プラスの90ですよ。こんな形でよかった。ね。さあ、こちらは、マイナス4とマイナス25。これをかけちゃうんですよ。マイナス4とマイナス25かけるから、4×25 は何度もやってきたけど、100なんだよね。だから、これプラスの100を使ってあげる。で、73は21。だから、プラス2100。ね。こんな簡単なんです。さあ、累乗もですね、ほんの少しだけ出したけど、やっぱここが一番ミスが多かったかな。ごめんね。4×4×4。だからこれは4の3乗って書くんです。マイナス 7×-7。これはマイナス7の2乗と書きます。ここの掛け算だけは必要なので書いておいてください。4の3乗かける括弧マイナス7の2乗。これで正解。これね、表記書くだけなので計算はしなくていいっていうことになっています。で、括弧3と括弧4は計算をしなくちゃいけないという指令になってました。括弧の2乗なので、これはマイナス2分の1を2回かけてやってください。こんな指令でございます。ですので、マイナス同士だからプラスになった。で、2分の1かける2分の1で4分の1となったんですね。さあ、最後のは特に、ちゃちゃってやっちゃ申し訳ないので、しっかりここに書き直してやってみたいと思います。マイナス2の2乗かけるマイナス3の2乗。こんな形になってますね。これは、ここは括弧の外側に2乗があるから、マイナス2を2回かけてちょうだいねっていう指令です。そして、こっち側は実は、括弧の外側じゃなくて、括弧の内側の3のところに2乗がついているので、3だけ2回かけてくれる。こういう意味なんですね。ですから、こんな式になります。3だけ2回かけてくれる。こんな式なんですね。だから、ここはマイナスかけるマイナスなので、プラス2人が4になります。だけどここはマイナスは決まっているのでマイナスサザンが9となります。そしてこの答えはプラスかけるマイナスなんでマイナスと出てきたのね。マイナス36。いかがでしょうか。こんな形で答えが出てくるんです。100点惜しい人もいました。ほんのちょっぴりだったんでね、惜しい人もいましたので、まあ、こんな形で答えが出せるといいねと。まあ、でもね、ここまで出ない学校多いと思いますよね。足し算引き算で終わっちゃう場合もあるかもしれません。割り算まで行くっていう人もいるかもしれません。ですがね、一つ一つもう一回確認して頑張っていこうと思います。で、それでは皆さん、また頑張ろう。